アンスファチー、不運も重なりまたしても出場見送り。ラリーが第8節オサスナ戦にベンチ入りも出場機会がなかったアンスファティ。後半2点ビハインドの場面で準備をしていたものの、ディフェンダードミンゲスが足をつり交代を要請。その時点でバルセロナは交代枠を4枚使っていたため、5人目の交代出場はディフェンダーのフォルトとなった。なんでここまでファティは全く出れてないん？なんか出したあかん縛りある？ファティ運なさすぎて笑えん。ファティ出さないって仕事できない、守備で走れないフェランフルは追いつこうとする気持ちすら伺えん。どう考えてもやっぱアンス不憫すぎないか。さすがにユニフォームにまで着替えてあと少しだったのにあそこで出れないって不憫すぎん。ファティってもう運動量少ないフェランみたいな認識なんかな。ファティよりフェランが優先されるのはきっと慎重に扱いたいからでしょう。バルデ、ペドリの起用法などからも見て。アンス、ベンチからフェラン見て何考えてたんだろう。フリップへ不信感湧いてないといいけど。みんななんか勘違いしてるかもしれないけど、現場から見てファティはあのフェランより圧倒的に実力不足だから出れてないだけでしょ。アンスはプレシーズン出れなかったのが痛すぎるよ、本当に。なぜアンスを使わずフェランで押し切るのか、フリックに聞いてみたい。フェランに対する評価はどうなってるだフリック、おそらくだがファティのが復帰明けでもこれ以上はやれる。逆に次節以降フェランを優先するようなら、ファティはまあそういう状態ってことでそっとしておこう。結局フリックもアンスを使わないのか。